こんにちは。はい、はい、はい。あのですね、まず今日の、メッセージを始めたいと思うんですけど、ちょっとメッセージを語る前に、ちょっとこう、まあ、お詫びなのか、まあ、ちょっとアナウンスっていうか、実はですね、先週、まあ、7月の一番最後の日曜日ですね、私、いつもの私がメッセージしてる、まあ、教会ではなくて、自分の教会じゃなくて、ちょっと別の、教会で、メッセージを、させていただきました。まあ、そんなことでね、実は今日は、黙示録を期待してる人もいてたかもしれませんけど、今日は、ヨハネの黙示録ではなくて、ちょっと別の、メッセージを、したいと思います。それですね、ちょっと簡単にお祈りします。天の父なる神様、今日あなたが私たちに語ってください。このことを感謝し、主イエスキリストを見ないとお祈りいたします。まあそんな意味でね、今日はですね、実は、聖書の箇所、ヤコブ書の、1章1節から12節。で、タイトルはですね、試練。試練という、タイトルで、話をさせていただきたいなと、思っております。ですね、私、まあ、牧師いうか、こう、やらせていただいてて、まあ、この YouTube も、流させてもらってるんですね。で、結構ね、まあまあ、いろんな方から、E メールもくださる方いるし、手紙の人もいてるし、それから、まあ、中には電話でかけてくださる人いて、で、いろんな方が、何やろ、まあ、相談事というかな、まあ、いろんなこと、質問してこられるんです。ほんで、その中でね、やっぱりね、どういったやだから、ちょっと困るやつ、その困る内容って何か言うと、別にまあ、そういった相談を受けてもいいんやけど、牧師先生、私すごくこう、悩んでますと。で、悩んでる内容というか、まあ、非常にこの辛いことがあったと、まあ、試練っていうかな、試練があって、ほんで、とっても辛い。ほんで、私は一生懸命、もうクリスチャンも長くやってて、一生懸命お祈りしてますと。で、いくらお祈りしても、まあ、全然、こう、平安じゃないというか、お祈りしても全然、ダメですと。で、どうしたらいいですかっていうのがあるんですね。まあ、正直言うてね、お祈りしてダメって言われると、私は大体牧師さんってさ、最後は、はい、じゃあお祈りしましょうで終わるのに、お祈りしよう言うて、お祈りしてもあかんって言われたら、どう言うたらええねん。もうね、まあ、でもね、まあ、試練の時、何か大変なことが起こった時、まあ人間ってね、本当にこう、まあ何やろ、パニックになるいうかな。ほんで、一生懸命お祈りしても、まあ祈りが聞かれない、まあように思うという、これはまあ、ようあると思います。特にものすごい辛いことが起こった時。今日はですね、そういったこの試練の時のことについて、学んでみたいと思うんですね。先ほど言ったように、ヤコブ書の一章、から見ていきたいと思います。それではですね、ヤコブ書の一章の、一節、読んでみましょう。神と主イエス・キリストのしもべ、ヤコブが、離散している十二部族に挨拶を送います。このヤコブ書の一章の一節で、まあ、ヤコブという人が、まあ、あちらこちらに散らばっている、十二部族に、ユダヤ人たちに、まあ、手紙を送りますという、まあ、この文章で始まるんですけど、ここで、書かれているこのヤコブ。この人はですね、まあ、イエス様の十二弟子にヤコブという人いるんですけど、イエス・キリストの十二弟子のヤコブではないんですよ。で、ここで喋ってるか、まあ、書いてるヤコブはですね、なんとイエス・キリストの、弟のヤコブと、まあ、新約聖書で、もう一人、ユダっていう人も出てくるんですね。ユダ書を書いた、ユダ。と、それからヤコブ書を書いてヤコブは二人とも、イエス・キリストの、イエス様の、弟なんです。で、だから、ユダさんも、イエスさんを裏切ったイスカリオテのユダじゃなくて、弟の方のユダ。で、ここのヤコブ書も、十二弟子のヤコブではなくて、イエス・キリストの、まあ、弟のヤコブなんですね。で、このヤコブっていう人は、やがてですね、イスラエル教会、まあ、イスラエル教会というのはもう一番最初に、世界で一番最初にできた教会なわけですね。ペンテコステの日に、聖霊が来られて、まあ、教会ができたと。で、その
エルサレムの教会の、もう、まあ、なんやろ、まあ、牧師のような立場なんですよ。このヤコブさんという人は、まあ、一番最初にできた、まあ、エルサレム教会の、まあ、牧師のような立場でいてると。まあ、リーダーやね、リーダーみたいな。で、ただね、キリスト教諭かな、初期のクリスチャンは、まあ、正直で、ほぼ全員、ユダヤ人なんです、基本的に。まあ、もう、キリスト教とユダヤ教の、まあ、違いがあんまりなかったいうか、もうユダヤ人、自分たちはユダヤ人でユダヤ教で、まあ、で、本当の、まあ、メシアを見つけたっていう形の人たちがクリスチャンだということになってたわけで。で、だからその、ヤコブがですね、まあ、十二部族に手紙書いてますけど、それは基本的に他のあちらこちらにある、まあ、クリスチャン、まあ、教会かな。ほんで、クリスチャンに、まあ、手紙を書いてる。特にね、迫害が起こったんですね、そろそろ。迫害が起こって、そして、まあ、エルサレム教会だけじゃなくて、あちらこちらに、まあ、クリスチャンたちがもう逃げたり、そこに住んでたり、またいろんなところに、新たな、こう、教会ができてくる。で、そこに住んでる、まあ、ユダヤ人、いうか、まあ、クリスチャンですね、クリスチャンたちが、迫害を受けてる。で、みんなすごい、こう、迫害いうか、まあ、苦しい、まあ、試練の中にいてると。で、ヤコブっていう人は、まあ、このヤコブの手紙は基本的にそういったその試練の中にいる人たちに対して、まあ、励ましの手紙いうかな、励ましの手紙や、またどうして、どんなクリスチャン生活をしたらいいのか、特にこの、まあ、大変な時、苦しい時、試練が与えられてる時、迫害を受けてる時、どんな正しい生き方をしたらいいのかっていうのを、その、まあ、何時やろう、このクリスチャンたちにこう説明してるような、まあ、牧師さんからそういったとこ、言うてるような感じの内容なんですね。ほんで、正しいクリスチャン生活っていう意味では、実はイエス様もね、私たちがクリスチャン、ヤコブ書のポイントは、この書物っていうのは、いわゆる未信者に書かれたんではないということですよ。この書物は、いわゆるもうすでに信じた人、もうすでに、神を信じたクリスチャンたちに書いてるんで、はっきり言って、信じることによって、私たちはクリスチャンになる、まあ、永遠の命が与える。これはもう、他の書物で事実なんですけど、ヤコブ書のポイントは、一旦信じたら、正しいクリスチャンの生活はどうせんとあかんか、それには行いも大切ですよと。クリスチャンになってんのに、もう罪の世界にいるのはおかしいと。まあ、こういうことが、まあ、主に書かれてるんですね。いわゆる、その、行いのない信仰って、そんな考えられへんというのが、まあ、ヤコブ書のポイントなんですけど。ほんで、イエス・キリストもですね、実はクリスチャンに対して、クリスチャンはこうあるべきやということが書いてある、ちょっと箇所があるんです。マタイ書の、5章の48、ちょっと読んでみます。ですから、あなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい。このマタイの5章のこの部分、イエス様が、なんていうかな、周りの、これも、まあ、クリスチャンに対して言うてるという、まあ、部分なんですけど、そのイエス様が、あなたたちも、まあ、完全でありなさいと。ね、それは、完全って、ええー、と、それは天の父が、いわゆる神様が完全なお方だから、あなたたちも、まあ、神様のように完全な生活、それはちょっと無理やろって思うかもしれませんけど、特にマタイのこの箇所はね、神様がなんかもう悪い人にもいい人にも、愛を示し、そして、雨を降らせ、まあ、太陽をこう照らせ、やってるやん、あなたたちもこの神のように、まあ、そういうふうに、この完全でありなさいという、こういう内容なんですよ。で、まあ、他のね、聖書の箇所も、私たちがどんどんこう大人になっていかんとあかんという箇所があるんですね。ちょっとエペソビトへの手紙の、4章の13から15も、ちょっと読んでみます。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた背丈まで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出た どんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばされたりすることなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって
成長するのです。エペソビトへの手紙のこの部分、これ明らかにもういつまでも、まあ、いわゆるベイビークリスチャンやったらあかんよ。もしかしたらベイビークリスチャンという言葉聞き合ったことあるかもしれませんけど、まあ、クリスチャンになったばっかりの人ですね。でもいつまでもこのベイビークリスチャンじゃいけないよ。これからクリスチャンとして、まあ、だんだん成長していかなくちゃいけない。で、成長する最終的にはもうイエス様のようになる。いうのがまあ目的かな。イエス様に向かって成長するって先ほどのエペソビトに書いてありましたけど、まあちょっとずつまあ神様のようになっていくと、まあ私たち神にはなれないですから、神様にはなれないですけども、いかにもイエス様のような人間になると。クリスチャンという言葉も、そもそもはキリストのようなものっていう、まあ、あだ名なんですね。クリスチャンのようなものっていう感じの、キリストのような、まあ、キリスト者っていう意味ですから。で、このヤコブ書のすごいところは、正直言って、どうやったらそうやって成長できるか、まあ、書いてある。どうやったらクリスチャンとして大人になっていけるかが、まあ、書いてあるっていう。で、その中で、この一章の今から読む箇所っていうのは、クリスチャンとして試練が与えられた時、本当に辛いことが起こった時、どうしたらいいか、2節に書いてあるんです。じゃあ、ちょっと次ですね。ヤコブ書の、2節読んでみます。私の兄弟たち、様々な試練に遭う時は、いつでも、この上もない喜びと思いなさい。ちょっと待って、今、ヤコブ書の2節読みましたけど、試練が来た時、このヤコブは何と言ってるか言うたら、この上もない、喜びや思え、タイムアウト。いや、普通試練っていうか嫌なことがあったら、まあ、逃げたくなるし、いや、そんな嫌や。でも、喜べ。例えばですよ、あなたが、まあ牧師さんやとかにこの相談しに行って、ほんで牧師さん、私もう本当に辛いことがありました、例えばもう私がんが見つかってもうがんになります、がんになっちゃいましたとかいうのは、もう本当に辛いことがいっぱいあったり、いろいろ牧師さんに言うに行ったら、牧師さんがやったーおめでとうなんて言われたらよかったねー、もう喜ぼうぜなんて、いや牧師さん聞くるとんかと思いません、ねえ。まあね、中にはね、身近な、家族の死だとかもあると思うんですね。いや、もう、やったー、うちの主人死んでくれた、いや、そんな飽きまへんで、でも何が言いたいか言ったら、やっぱり普通はね、ひどいこと起こったら、身近な方の視野とか、やっぱり病気になったとか、そういった、まあ、その他にもいろんな試練、まあ、いじめられたとか、いろんな試練があると思うんやけども、まあ、普通は嫌やし、まあ、逃げるいうかな、逃げる、避ける、そういった試練を避けていきたいし、それやのに、ヤコブは、そのクリスチャンたちに対して、もう、この上もない喜びやと思えと、それは、でもなんで、他の聖書の箇所、他の聖書の箇所ではどういうふうに読んでるかもちょっと見てみましょう。第一ペテロの、4章の12から13節も、読んでみたいと思います。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。むしろ、キリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時も歓喜にあふれて喜ぶためです。第一ペトロも試練が来たらまあびっくりするなと。でそれどころかイエス様のようになれるいうか、イエス様の苦難に預かるようなもんやから、イエスさんと同じような痛みを感じれるんやから、よかったねってな感じなんですね。そう、一体聖書って何言ってんねやろね。これは試練が与えられたら喜べ、どういうこと。実はまあイエス様ご本人が試練が来た時にまあ私たちどうあるべきかいうこと、まあ例え話でね、
例え話で話してくださってる箇所があるんです。それはルカ書、今から読むですね、ルカ書の8の13、ちょっと読んでみます。岩の上に落ちた者とは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないので、しばらくは信じても、試練の時に身を引いてしまう。そのような人たちのことです。このルカ書の8章のこの部分っていうのは、種まきをしていると、福音というか、神様の言葉がまかれていると。ほんで、ある人はこう道端に落ちて、それはなんか悪魔ちゃんが来て、もうすぐに取っていって、信仰が、芽生えないと。でもこの岩の上っていうかな、岩にはなんかちょっとくぼみみたいで、そこにちょっとわずかに土があるんでしょうね。で、そこに落ちた、種っていうのは、もうすぐに芽が出て、初めは。でもすぐに、試練が来たら枯れてまう。これ、例え話としてはね、例えばクリスチャンに、でも、もう、ごつ、もうすぐにクリスチャンになる、で、人がいて、教会なんか来て、わー、教会、わー、綺麗な建物やし、クリスチャンの人みんな優しいし、私もクリスチャンになる、もう私賛美歌も好きやし、この雰囲気大好き、言うて、クリスチャンになって、クリスチャンになります、って言うたんやけども、さあ、いざ、辛いことが起こったとき、いやー、なんで私の人生にこんなこと起こってまうねん。で、教会の人はみんなニコニコして優しいけど、私、相談する人もおれんし、あの人たち多分私の心分かってない。私はもうこんな辛いこと嫌やー、言うて、逃げるいうかな、辛い。もう、で、だんだん教会に来なくなって、もう、すぐに、私、クリスチャン、初めのもう、そうやな、半年ぐらいはクリスチャンで喜んでるけど、なんか辛いことが起こって、1年、2年経つとですね、教会に来なくなるような形の、信仰がなくなってしまう。そういった人は試練が来たら、信仰から逃げる人ですね。私ね、今から言うことをちょっとこう、驚くかもしれないけど、私は日本に長くいなかったんですけど、実は子供の時は、子供っていうか高校生まではね、日本におったんですよ。で、私、もう40年以上前ちゃうんかな、だから私の高校の時ね、40年以上前ですけど、で、その高校生の時に、私は同じ高校の友達に、創価学会の友達がおったんです。で、総合会の友達が私を総合会の、会合にを、連れて行ってくれたんですね。で、今から言うことは別に、総合会の悪口を言うつもりで言うんじゃないですから、あくまでも私が経験したことだけを、言わせてもらうと、で、総合会の、会場とか行くと、総合会の方が私にその時教えてくださったのはね、東君、クリスチャンにはならん方がええでという、アドバイスやったんですよ。で、その、なぜかというと、その方々がおっしゃってたのは、クリスチャンになったら、辛いことがいっぱい起こると、試練がいっぱい起こると。ほんで、よう見てみと、キリスト教の歴史でクリスチャンはいつもなんかすごい殺されたり、いろいろ迫害受けて殉教したり、それから、そもそも、キリスト教の教祖であるイエスさん自身が、なんと、貼り付けいうか、十字架にかかって戻るやないかと。で、それで殺されてると。だから、キリスト教っていうのは基本的に、創価会の方おっしゃったのが、宇宙の、何やろ、妙法っていうのがあるのかな。宇宙のそういった流れみたいなエネルギーのね、妙法、ちょっとよくわかんないんですけど、それに合ってないから、ああいった苦労いうか、苦しいことが次々起こるんやと、キリスト教には。だから、クリスチャンにならん方がええって言われたんですよ。私、高校生の時に。で、その時はね、当然私、クリスチャンじゃなかったんで、ほー、へー、なー、へー、すごいな、とか、そんな、あんまり深く考えてはなかったんですけども、でもね、結局、キリスト教以外の、宗教の方は、そういうふうに、キリスト教を見てはる人たちもいるんかもしれませんね。どちらせよね、私たち試練が来たら、逃げる。で、これはね、一般的に、基本的に聖書というか、キリスト教以外は、みんな基本的にそうなんですね。だって、逃げるが嫌やから、そういった試練やとは辛いことは、避けたい。避けたいから、当然、多くの日本の方は、お寺やとか神社やとか行って、こうお祈りして、お札見たらもらったり、祈ってもらったり、家内安全、交通事故がありませんようにとか、いろいろ、だから、できるだけそういった試練から避けたい、逃げたい。これが普通やと思うのに、今のところ聖書読むと、喜べこんな、ただね、
これから読む3節4節でヤコブはなんで喜ばんたかんのか、その説明をちゃんと教えてくれてるんですよ。なぜクリスチャンは試練に負った時喜ぶべきなのか、その理由がちゃんと書いてあるんですよ。すごいでしょ。3節4節読んでみます。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところもない、成熟した完全なものとなります。なんと3節4節読むと、その試練が来たらなんで喜ぶべきか言うたら、試練が来たら信仰が試されて、で当然忍耐が生まれると。まあしかもその最終結論的にはあなたは成熟した完全なものになれる完全イエスさんも完全なものになれって言わおっしゃったのわかるんですけども、いわゆる試練が来たら何て言うかな、神様に近づく、神のようになっていける、だから喜びなさい。これ試練、ね、しかもここでね、信仰が試されたら、まあ、忍耐が生まれる。で、この、忍耐という言葉、これ、まあ、ギリシャ語での忍耐という言葉は、実はね、しっかり立っとくっていう言葉なんです。なんか、嵐やとか来た時に、しっかりそこに立っとくという、まあ、我慢するか、しっかり立っとくという、そういう意味なんですね。で、だから、聖書の言葉はね、もう、どこ読んでも、実は試練が来た時は神様は恐れるな、そこにちゃんとしっかり立っとけと、私はあなたを愛してるから恐れたらあかん、ほんで私に頼れと、ほんで私はあなたといつも一緒にいる。正直でこの世の中はまあ、特に私の印象としては、まあ、悪魔のささやきっていうのは、試練が来たら神様、お前のことなんか愛してないで、第一神様なんかいてないんちゃうとか、もうそんなやめとき、逃げろ、逃げろ、お前じゃあかん、お前じゃでけへん、お前はあかんねや、逃げろ、言うて、まあ、試練から逃げたい。ほんで、人によっては家の中に閉じこもったり、もう一歩外出たらいじめられたり、いろんなこと起こって、もう試練、お前はでけへん、お前はあかん、神様なんかお前愛してない、神様大事いてないか、そんな祈ってもあかん、言うて、まあ、なんかそれがこの世の中のなんかメッセージのように思うんやけど、それに対して、聖書のメッセージはね、神様は、あなたを愛してる。ほんで、あなたと共にいる。あなたは惜しくあれ。ね、正直言って聖書見ていくと、旧約聖書もね、いろんな人出てきますけども、例えばモーセなんかもね、エジプトから出てきた時に、航海を通って、いかにも、航海でなんかバプテスマを受けて、なんか助かったような感じじゃないですか。ところが、助かった後にですね、荒野40年間、うろうろしあるんやね。で、その期間に、いろんなこと起こるんですけども、水がなくなったり、食べ物がなくなったり、いろんなことしまして、外国が攻めてきたり、いろんなこと起こるんですけども、その時にもう絶えず、神様は、おしかれ、私が一緒にいてる。で、じっと私たちはそこに立っとくと。で、実は神が私たちと共におられて、神に頼る。で、神様が、まあ、戦ってくださると。私たちはもう、神に、いのに頼る。で、しかもね、それだけじゃないです。聖書は、あなたにそもそも、あなたが乗り越えられないような試練はそもそも与えてないんやって書いてるんですね。覚えてあると思うんですけど、第一コリントの、10-13、ちょっと読んでみます。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない、試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この世のメッセージは、もう試練が来たらもうお前はあかん、逃げろ、ダメや。で、もう、お前にはでけへん。だから別のなんかそんな変なこと別の人にやっても、お前はやらんで逃げろ。まあ暗闇の世界に閉じ込んどけってな感じなんですけども、聖書は全く正反対で、私が一緒にいてる。私はあんた愛してる。で、逃げるな。第一逃げるな。そこにずっと立っとけと。ほんで、一緒に、私が一緒にいて。で、これによってあなたは成長し、
あなたは完全になっていく、神に近づいていくと。あのね、私実は長くアメリカにほんまに40年近くいて、8年ほど前に日本に戻ってきたわけですね。ほんで、実は日本に戻ってきて、なんか、あれテレビやったんかな ?YouTube やったちょっと忘れたんですけど、多分テレビやるんですけど、なんかね、面白い歌を聞いたんです。その歌はどんな歌か言うたら、なんかね、トイレの、女神やったかな、トイレのなんか女神っていうか、なんかそういう歌なんですよ。日本にそんな歌あるの僕全然知らなくって。で、その歌の内容、ビデオ見てはる方も知ってはるんかもしれませんね。なんか昔流行ったらしいんで。で、その歌の内容っていうのは、なんかおばあちゃんみたいな人で、おばあちゃんがその女の子に、あなたは、トイレをちゃんときれいにしたらトイレの女神様のように美しくなれるよってなんかそんな内容なんですよ。でその女の子がこのトイレにはなんかトイレをきれいにしたら神様のようになれるというこの発想がね、私聞いた時あれこれって実は聖書が言うてる内容と非常に近い。正直言うてね、私は外国の方が日本に来て、まず感動するのが、日本の公衆便所めちゃめちゃ綺麗です。もうピカピカ。あれは驚き。外国行った方も多いと思うけど、私が長く住んでたアメリカですらね、アメリカも、すごい先進国なんですよ。アメリカは、人に、もう、日本以上の立派な国やと思ってる人もいっぱいおるぐらいで、その、アメリカの公衆便所。いやー、汚い中か、まあ、ひどくはないんですけど、使えないわけじゃないんやけど、やっぱりなんかもう、あちこち潰れとったりね、するんですけども、でも、日本の、まあ、便所。ほんまにピカピカなんですね。で、これはね、僕はその歌を聴いたときに、あ、これが日本人の、まあ、精神というか、ね、侍魂というか、なんやろ、この辛いこと、嫌なこと、で、それをやれば、実は神様のようになれるというか、で、これって聖書が言うてることに非常に近いじゃないですか。私びっくりした。聞いてて、あれ?と思って、本当にね、私たちは、その辛いことは、逃げますけども、普通は。でも、そうじゃないんだと。聖書は逃げるなと。もう、喜べと。喜んでやりなさいと。喜んで、試練に立ち向かっていけと。で、それは、あなたが、ちょっとずつ完璧なものになれる、もう、プロセスなんやし、第一、神様は、あなたが乗り越えられないような試練は、絶対に与えてないし、まして、そこにじっとあなたは立っとかんたかんと、試練が来たらじっと立っといたら、神が戦ってくれるんだ。神があなたと共にいるんだ。これは、聖書のどこ読んでもそう書いてる、もう本当に聖書の究極なメッセージなんですね。で、ヤコブは、もうその同じことをここでも言うてくれてるんです。まあ、次ちょっと5節、読んでみましょう。あなた方のうちに、知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく、与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。この五節では、もし知恵に欠けてるんやったら、つまり、なんでこんなこと起こるんかわからんかったら、まあ、神様に尋ねろと。やっぱり神の御心を知るのは大切なんですね。詩編の、4編公開なんですね。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。もう聖書は基本的にですね、私たちは神様の御心を知って、そしてまあその試練に立ち向かうべきやと。で、辛いことが起こったら、まあ人間基本的に、あ、なんでこんなことが、私は正しい生活してたと思ったし、今までやってきたこと正しかったと思ってるのに、なんでこんな私にこんなこと起こるんか。で、その時に、やはりお祈りをして、神様のやっぱり御心を知る。なんでやろう。で、御心を知って、ほんでですね、神様は基本的には私たちに耐えられないような試練を与えてないんです。で、それはもう本当に大人になれる、クリスチャンとして大人になれる一つの道であり、そもそもね、なんで辛いんか、なんで試練が来て辛いんかいうのは、自分の言葉と神の言葉、神の御心が違う時なんです。私たち人間は、こうあるべきや、こうあるべきや、まあ、こんな結婚したい、こんな家に住みたい、こんな仕事したい、こんなところに住みたいとか、自分の言葉を持っとるんですね。で、それが実現しないとき、神様の御言葉、いうか、神の御心、神様の正直で、すべてが神の言葉でできてますから、
現実は僕がいくらなんぼ言おうが僕の言葉が現実になるんじゃなくて神の御心が現実なんです。私たちがお祈りをするときも神の御心に沿ったお祈りやったら 100%、 100% その御こあの祈りは聞かれるんです。当たり前で神様の御心やから神様の御心に沿ったお祈り。で私たちは神の御心を知るのは大切で、で自分の言葉と違うことが起こるとまあなんやろわがままになっちゃうから、いやあかん。こうあるべきじゃなかった、それなのに実際に怒らないからもう腹が立つね。ほんでギャーッと怒ったり、まあ、暴力振るったりする人も中にもいるでしょうし、もうまあ苦しい、まあ、泣くいうかな、もうそのだからそもそも自分の言葉に対して自分の言葉は神の言葉に合わせればいいよね、御心に。まあそんなことやと思うんですね。ほんでちょっと次、読んでいきましょう。9節ですね。次読んでいきましょう。次はですね、6節、8節、先ほど9節言ってもらって間違い、6節、8節、読んでいきましょう。ただし、少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思っては、なりません。そういう人は二心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。まあ、6節8節はね、非常にはっきりと、神様を信じなさいと、二心あったらあかんと。まあ、しかもね、神の御心の意味では、聖霊様が私たちを導いてくださる。だから、もう、どうなるか、試練があるときこそ、例えば僕なんかを、まあ、お祈りをして、神様にお任せます、言うて、で、この試練があったときに、正直言って、神様今からどうするんか、ちょっと、どうなんねやろうって、ちょっと、見てみたいか期待してしまう。例えばね、何かひどい目にある人から会わされたら、その人のことやっぱり祈るんですね。あの方がこうなります。どこでありまして。で、この、祈ったら、一体何が起こるんかなっていうのが本当にね、中にはね、その人がカラッと変わってしまったり、なんか反対に向こうから謝ってきたりとかね、なんかいろんなこと起こるんで、やっぱり私ね、もう一つちょっと日本に帰ってきてちょっと感じたことあったんですけど、私が子供の時、まあ、私は当然子供の時には、まあ、昭和の、まあ、40年ぐらいかな、まあ、小学校、中学校、日本におったで、その時はね、正直で電車って、時間通り、当然、まあ、今も来ますけど、昔、電車ほとんど止まらなかったいう記憶があるんです、私。ところがね、40年経って、日本に帰ってきて、びっくりするのが、時々ね、阪急電車でもね、止まりようんですよ。で、止まる理由がびっくりなんです。ね、時々ね、なんでよう最近止まってるなって思うのは、人身事故や。私子供の時ね、私が小学生、今から40年前の日本にはなかったと思う、あったんかな。でもね、人身事故で誰かが自殺して電車止めてまういうことは、超驚き。自殺、電車止めんのはやめてほしいな、人身事故。そういった自殺っていうのはほんまに迷惑やし、ねえ、気持ち悪いし。いやー、んで、でもなんで自殺、電車止めて自殺する人がおるのかな。やっぱり自殺いうのはあれなんでしょうね。なんかすごい辛いことが起こった時に、やっぱり逃げろ、逃げろ、お前にはあかん、お前はでけへん。ほんで結局死に逃げてしまういうか、死んだ方がマシや、とか、そういうメッセージを自分で思ってしまうんやろうと思うんですね。でも聖書全く、逆さまのこと言って、逃げるな、私が一緒におる。いや、大きくあれ、強くあれ、逃げるな。いうのが聖書の基本メッセージで、まして試練が来たら、やったー、試練が来た、神様と、まあ、近づける、完璧なものになれる、チャンスやと。ほんで、しかも先ほどの7節、8節、8節でね、7節でなんか大波、疑う人は大波に揺られてる人のようなもんだっていう箇所もありましたけど、まあ、これもね、多分イエス様がガリラヤ湖でこう船に乗ってて、弟子たち乗ってて、ほんでガリラヤ湖がバーッとこう
嵐が来た時に、弟子たちは、えらこっちゃ、えらこっちゃ、死んでまう。イエスさん寝とんねんな。イエスさん、イエスさん、死んでまうとか言って、ほんでイエスさん起きてきて、イエスさんその時何ちゅうたか、お前らの信仰はちっぽけやな、言うたんですよね。あんた全然死んでないので、イエスさんがピュッ、ピュッ、言うたらこう、ガリアコはシーンとなって、私が、神であるイエス様が私があんたと一緒におんのに、何を、恐れて、ってやってんねやと。何をやってんねや、って、いう箇所があるんですよ。だから、その、神を信じれない人は、神を信じれないから、不安になるし、祈りも聞かれない思うし、神をし、だから基本的に、クリスチャンで試練におったら、まあ、喜びがあるべきであって、その正反対で、その、いや、なんで、もう、で、だんだん、このようなメッセージと一緒に逃げて逃げて逃げたら、もう祈りも聞かれへんで、暗闇の世界に閉じ込むのは、本来おかしいという、お前の信仰ちっぽけやなって、こう、イエスさんに笑われるんですね、弟子たちはね。何もお前、その心配して、私が一緒におるよと。まあ、そういうことやと思うんですね。まあ、今日、ちょっと9節、読んでみましょう。身分の低い兄弟は、自分が高められることを誇りとしなさい。実は、このヤコブ書っていうのは、三条の水訓っていうのが、マタイ書に、まあ、福音書にあるわけですけど、あの三条の水訓と非常によく似てる内容なんです。あの三条の水訓と、このヤコブ書を比べていくと、ええー、と思うような共通点があって。で、三条の水訓も実は、まあ、信者の人に対して言ってることやと、思われる箇所なんですね。で、三条水訓で、心の貧しい人は幸いや、あなたは、天の御国を受け継ぐって、なんかそういう箇所があるじゃないですか。で、ここでも、ヤコブも、あなたは、まあ、身分が低い兄弟は、あなたは本当に、まあ、ラッキーやと、高める。で、これ何言ってるか言うたら、実はね、やはりこの、辛い立場にいる人、あるいはまあ貧乏な人やとか、貧しい人やとか、いじめられる人、あのね、聖書見ていて私思うのは、なんか神様、そうやって弱い人がなんか好きなんか、なんかいつも弱い人の方に神様立ち張るような感じするんだけどな。で、そういう人たちは、ああ、僕はもう本当に、大変な目に持ってるなとか、辛い。で、神に、そういう人こそ、神様、助けて言うたら、神様、助けてくれるということなんです。結構で、私たち、助けて、僕なんかしょっちゅう言うてる、私、助けて、ほんで、神は、あなたをちゃんと見捨てないよ。まあ、そういう内容だと思いますね。で、次に、11節読んでみましょう。飛んでる人は、自分が低くされることを誇りとしなさい。飛んでる人は、草の花のように過ぎ去っていくのです。太陽が昇って、炎熱をもたらすと草を枯らします。すると花は落ち、美しい姿は失われます。そのように飛んでる人も旅路の途中で消えていくのです。またね、非常にこうラッキーな、まあ世の中で非常にこの飛んでるいうかうまくいってる人たちもいるんですけども、まあその人たちはそれで、その富を誇っちゃいけない。ね、人間ってね、結構成功すればするほど、ほんまに簡単にね、俺がやった、俺すごい、もう俺は立派やと、こう、やってしまういうかな。ほんで、そうでない人をこう、見下してしまう。あいつはあかん。俺はいいけど、あいつはあかん。で、そうじゃないんだよっていうことですね。やっぱり、へりくだらなんとあかんという、まあ、ことやと思いますね。ほんで、試練が来た時に、なんちゅうの、そういった飛んでる人は、やがてにも試練来て、そんなあんたの富やとか、その美しさやとか、そんなん全部消えてまうんやから、まあ、へりくだって人生歩みなさいねっていうことやと思いますね。ほんで、いよいよ今日最後の、12節読んでみたいと思います。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。正直言って私今ちょうどヨハネの黙示録、学んで、まあ、説明というか学んでるわけですけど、やがて神、イエス様戻ってこられて、私たちは一人一人イエス様から、まあ、裁かれるというか問われる。で、その良きしもべであったか問われる。で、クリスチャンは、自分たちの罪は問われませんけども、私たちがどんな行いをやってたんか、ほんで、まあ、報いを受けるいうかな、よきしもべであったかどうか問われると。で、特に試練があった時に逃げ出してたクリスチャン、もう神に頼らなかった人やとか、逃げ出してた人は、まあ、あんまりこう、いいクリスチャンと言われないと思うんですね。ところが、その時こそ、私たちは辛い思いがあったり、苦しいことがあったら、もう神様に、
まあ、お祈りをして、そして神様に任せ、そしてそこにじっと立ってる。ほんで、この、まあ、立って、そして、神と共に試練を乗り越える。で、神様は、その、乗り越えない試練は与えてない。しかもですね、脱出の道も備えてるんやから、神様にその脱出の道尋ねたらいいんですよ。あなたの御心は何なんですかと。で、で、ちゃんと、その教えてくれるでしょうし、その私たちは、やがて、その神の前に立った時に、良きしもべであったと言ってもらえると、我慢した人は、っていう内容なんですね。まあ、正直言って今日の話、私思ったんですけど、この世の中は、まあ、辛いことがあったら、まあ、逃げろ、お前はあかんで、できへんで、お前じゃ無理や、ほんで、あんたはあかんし、まして神様にいてない、神はあなたを愛してない、なもん、別のやつに汚い仕事はやらせろ、お前がやることないな感じやと思うんですね。で、そしてどんどんこの恐怖の中に、いつなんか変なこと起これへんかな、どうかお願いです、変なこと起こりません、あーって、この恐怖の中に閉じ込んどけという、あるいは逃げろ、言うて自殺に逃げるとか、あるいは自分の部屋の中に逃げるとか、そんな、まあ、なんやろ、この世の中のメッセージは基本的にそっちの方に対して、なんと聖書のメッセージは試練が来たら、喜べ喜べと。しかも、神様と、惜しくあれとしっかりそこに立っとけと。神があなたとこの戦いをしてくれる。神様を信じる。神に任せる。自分の人生を神様にも任せて、しかも神様はあなたと共にいる。私はあなたを本当に愛してると。あなたを守るというかな。で、しかも耐えれない試練は与えないんだと。いうことをですね、まあ神様はおっしゃってくださって、それを乗り越えれば、私たちは、まあ完璧というか神のように、なっていくと、私たちは神様にはなりませんけど、私たちは神様のような、まあものになって、それが成長するクリスチャンだっていうことなんですよ。まあ素晴らしいと思いますね。私たちをですね、もう試練の時こそ、喜んでいくべきだと思うんですね。ピリピ書の4章の4、私本当に大好きな聖句ですけど、ピリピの4の4にこう書いてませんでした。喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。そんないつまでも喜んでって思うかもしれないけど、喜びなさいって。で、6節、4の6ではね、で思い煩いを全部神様に言うたらええんやと、神様があんたこと心配してくれ、言うたらええんや、本当にね、聖書どこ見ても、私たちは試練が与えられた時は、もう、どんな時も私は喜んでいることができる。やったーそういうことで、クリスチャン生活、成長していきたいと思います。それでは、お祈りします。天の父なる神様、今日は、試練というタイトルでヤコブ書から、学びました。私たちクリスチャンが、成長していくのはどうしたらいいのか、特に試練が与えられた時はもう感謝して、その試練を、神の愛と、そして神様と共に、お祈りを持って、乗り越えていきたいと思います。このこと感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。はい、以上でした。バイバーイはい。